よろしくお願いします。今日はですね、日道読経経典の釜屋茶なっていうところ。ちょっと、ね、12月の説法で割ることができなかったのでね、まあ、残っている部分から始まろうと始まりますね。カマヤチャナってカエヌワチャチテーナっていうことですね。経典の本だから、箱ページですね。まあ最初から詳しく説明する必要がないんですね。もうなんか確認するところがあったら、もし YouTube の動画を入ってますので、それをちょっと見てくださいね。カマヤチャナね。カマヤチャナってパーリ語で言うと、謝るのことについての
あのガーターなんですね。そちらの最初の部分、あのカーエナガーチャーチッテーナパマーデーナマヤカタンアッチャヤンカマメー、まあそれまで、まあ、あの解説進みましたね。あのそれの、まあ、もう一度ちょっと解説って、まあ、説明はそんなに、まあ、時間使わない方がいいと思ってますので、もし何かわからないところあったら、ね、12月の動画をちょっとお願いしますね。あのこちらだと簡単に言うとね、身体とか言葉とか心からの何か間違ってとか困ってとかね、あの知ってか知らない、まあ知らすかとかね、あの私がされた過ちとかね、まあ誰についてね、まあ仏法書ですね、ブッダダンマサンガっていう三つなんだけど、仏法書っていうことで、あのお釈迦様にとかダンマとかね、法とか、あのサンガっていうあの三つのところに、私たちの、あの身体とか言葉とか心からの、あの困って間違って起こった過ちね、過ちとか、あの災禍とかね、あのそれを償いをいただくとかっていうね、過ちを謝りますということですね。過ちじゃなく過ちを謝りますっていう。で、あのそれはもう詳しく何かまあ見たい場合はね、あの動画を見てくださいね。これでお釈迦様でいうね、あ最初のガータなんだけど、あかえなわちゃちってなね、あパマーデーなマヤカタン、あっちゃやんかまめバンテね、こちらですね、バンテブーリパンニャタタグテ、レコーディングは大丈夫ね。レコーディングはできてるんですか。できてますね。はい。できてますか。これはい。ああそうですか。はい。バンテブーリパンネタタグト、これとあとはね、ダンマサンディティカカーリク。今日はね、これ残りのはこれです。あとはサンガスパティパンナアヌッタル、この1、2、3という3つのところですね。あの、この3つのところちょっとこれからね説明すると思います。はい。バンテ、バンテっていうのはお釈迦様ということですね。こちらだと、まあ大体パーリ語だとバンテっていうのはお釈迦様っていうことはないんですけれども、まあ、例えばあのお坊さん同士でね、お坊さんが自分よりあの出家に対して偉いお坊さんを呼ばれる言葉ですね、バンテっていう言葉なんですけど、まあお釈迦様でも、まあ、昔々使ったらしいんですね。昔ってお釈迦様の時代ではお坊さんたちがお釈迦様が呼ばれる言葉に添えて
番手っていう、まあ、言葉を使ったみたいんです。なので、でも、まあ、直接お釈迦様という言葉ではないんですね。あの同義語ではないんですね。でもお釈迦様にでも使われます。でもあのそれはもうね、あのなんとかあの、まあ、使っているある場所によって、場所にっていうかなんかあの、まあ、文職ね、 文脈ですね、何どこに使ってあるかとか、あのそれで 見ないと意味がわからないんですね。こちらでは、まあ、直接お釈迦様をそのために使った言葉なので、あのこれ番手っていうのはこちらでお釈迦様というのは正しいんですね。でもどこでもお釈迦様という意味ではないんですね。間違いないようにお願いします。お釈迦様ね、ブッダ、でもお釈迦様はどのようなお釈迦様でしょうかって次の言葉の2つで表します。お釈迦様に対してあの形容詞ね、あのどのようなお釈迦様でしょうかっていうことね。まあ最初はまず、まあ、順番にするとこれはあの一番とかね、2番とか3番じゃなくて1番とか2番とかこれ3番に対して使った方がいいね。これはブーリパンニャ、見てみましょう。ブーリってはあのパーリ語だとなんとか何々大とか、まあ日本語でまあ、みんなよく使ってるのは偉大なる、偉大なるっていうね、っていう使ってますね。だからブーリっていうのは大とかね、何々大、もう何々大っては次の言葉ですね。パンニャ、パンニャっていうのは知恵、知恵ですね。知恵というのは知恵、なんとか大知恵ですか。そんな読み方ありますか。大知恵って言いませんか。大って知恵がよくあるっていう意味ですね。ブーリパンニャっていうのはそういう意味ですけど、なんとか大知恵は、でも言葉接続すると何と言った方がいいんですか。偉大なる知恵、知恵ってまあなんと、何が言った方がいいんですか。知恵、大と、あの知恵ということです。大と知恵、なんと言ったら大、知恵がよくあるっていうことね。ブーリパンニャって意味はそれです。お釈迦様に知恵がよくあるお釈迦様、まあ形容詞の格好ですね。なんと言った方がいい。大ブーリっていうのは大だからよくあるね、いっぱいあるっていう、まあまあ意味分かりますね。タターガタタターガタっていうのはお釈迦様についてあの同義語なんですけれども、意味がありますね。まあタターガタっていうのはパーリ語だとまあ意味がね、1、2、3、まあ3つぐらいあるんですね。タターガタっていうのは時々は人間のためにも使うところがあります。でもそれは特別なんですけど、こちらのタターガタっていうのは
まあ、皆さんがよく空の如来っていう言葉を使ってますね。如来っていう、そういう雷の来るっていう感じなんだから、まあ、本当に簡単に言うと、タターガタっていうのは直接、正しく来た、正しく行ったみたい、どこに、涅槃に、正しく行ったっていう意味ですね。如来ではそんな意味がありますか？如来って、まあ、タターガタのは本当に、本当に、簡単に意味で言うと、そういう意味です。タタっていうのは、タタ、まあ、接続のタタとアーガタ。アーガタっていうのは来るっていうことで、タタっていうのは正しくとか直接とか、まあ、の来たっていう意味で、どこにでしょうかっていうか、涅槃に直接とか正しく行った来たとかっていう意味で、タタアーガタっていう種を使います。如来は会えないんですか？そんな如来、サッカー文に如来って、如来の意味は何て言うんですか？簡単に、まあそれはそういう意味ですね。タタアガタのは、でも日本語の本当に専門用語は探しても会えなかったんです。まあ、本当に日本語の専門用語とパーリ語の専門用語は本当に違いますので、じゃあ、まあそうすると、どういう逆さまですか？タタアガタから始まると、ね、正しく涅槃に行った知恵がよくあるお釈迦様、そういう順番です。下から上の方がいい順番の通り、正しく涅槃に行った、それは形容詞ね、言葉なんですけど、知恵がよくある、ね、大知恵があるお釈迦様に、我々の、ね、私のなんとか言葉とか身体とか言葉とか心からのある過ちを謝りますということですね。簡単に次の、まあ、前の文と接続、これでね、これはちょっと後で見てくださいね。はい、こういうことですね。お釈迦様の、まあ、どういうお釈迦様っていうのは、まあ、言葉が2つで表していますね。お釈迦様はどういう言葉ね、これ1番とか2番、どのようなお釈迦様というと、正しく涅槃に行った知恵がよくあるブーリパンニャのあるお釈迦様ということですね。はい、次はアッチャヤンカマメダンマ、こっちのところですね。ダンマ、アッチャヤンカマメダンマ、サンディティカアカーリク、仏法の法の法の法ですね。まあ、ダンマということですね。サンディティッカ、それも、まあ、下からの順番の方がいいですね。サンディティッカ、サンディッティカっていう、まあみんなよく知ってますね。その前も説明しましたけど、カースワッカーとバガヴァッタダムサンディッティコーのいうところも、それもとも同じですね。サンディッティコーアカーリコーっていうところで、サンディッティカっていうのは、これディッティカというのは、ディッタっては、まあ、見るという意味ですね、パーリ語で。ディッタ、ディッタ、ディッタ、ディッタの動詞ね。ディッタ、こちらの
でた、これは動詞に見る。でてか、でてかっけん、見えるとみたいね。サンディティカ、サンディティカっていうのは、ね、それみんなよく知ってますね。この結果を目の前で見られるっていう意味ですね。目の前で見られるっていうのは、この命でも結果を与える、もらえる、見えるということですね。お釈迦様の教え、ダンマっていうのはお釈迦様の教えなんですけど、ホーとかポーって言うんだけど、このお釈迦様の教えを誰々がそういうふうに主導すると、その主導のおかげで目の前で結果をもらうとかという意味ですね。サンディッティカっていうのはそういう意味で、目の前でとか、だからこの命の中でも、それも正しいんですね。目の前でってはこの目っていうのは書いてない。目の前って意味は何ですか、この生活でね、遭遇とかっていう、そういう意味ですね。遭遇結果をもらえるという意味の対して目の前でって使います。日本語でも多分そういう言う方がありますか。目の前の結果をもらうっていうのは、本当に目に見えるっていうより結果が早く出てくるっていう意味ですね。サンディっていうか、もうこんな、これこの形容詞は何の推定は仏法小のですね、法のなんかダンマとかダンマの形容詞ですね。アカーリカ、次はアカーリカ。アカーリカっていうのは時間関係ないっていうことですね。時間関係ないって時計の時間ではないんですね。じゃあでも時間関係、こんなね、なぜか音がない。iPad の設定だと思う。これは音が出ないようにしましたけど、時間関係なくて過去未来とか、ね、将来とか、もうそういうことですね。あとは死んだ後とか、それも時間でしょ。まあ、結果がもらうのは過去、もう何年何年何年とか、だから次の生活の結果もらうとかって、そういうことはない仏教で。アカーリカっていうのは今でもできるっていうことですね。今でもできる、もうすぐできるっていうことで、まあある宗教では結果、じゃこの宗教に対して結果は死んでしまった後のなんですね。とか神様に一生に住むとか、いろいろありますね、教え方で。神様の方に行くとか、それはなんか死んだらもらう結果ですけど、仏教はそんなことはない。アカーリカっていうのはそういうことで、死んだ後っていう、これは時間決まってありますよ。死んだ後の時間って、まあそんな時間が関係ないという意味で、アカーリカ。まあ今でもできるということです。今でもできる、まあ何ですか、まあ文を使うと、今でもできる、今でもできる、もうすぐ結果をもらうダンマ。ダンマってこちらの意味は、このダンマというお釈迦様の教えなんですね。この教えが修行する人がね、練習する人があれば、もしあれば、その方に時間関係なく、まあ今すぐ結果をもらう、結果っていうのは涅槃ですね、結果をもらえる、与えるという意味ですね。
そういう、まあ、これはダンマのある徳、ダンマのある形容詞ね、形容詞では何々がと表せますので、まあダンマとか、まあ、法のある、まあ、徳ですね。はい、まあそれ、そういう方に私の身体とか心とか言葉からのある過ちを、そう、ね、まあ謝りますっていう意味ですね。カエヌワチャジッテナパマーディナ、まあこの前の文と後であの動画と見てちょっと接続してください。サンガっていうのはね、お釈迦様、お坊様っていう、仏法性というところですね。サンガ、どういうサンガとか、アヌッタラっていうのは、まあその前もそれは言いましたけど、アヌッタラはいろいろなところでありましたね。最後最高であるっていうことですね。最高であるスパティパンナ、スパティパンナってのこの言葉もね、パティパンナ、パティパンナっていうのは、何々ルート、何々の道路、まあ仏教のことなんだから、まあ、普通の道路なんね、何々こと練習とかね、について行ったとかって、まあ、例えばそれで歩き始まったとか行き始まったとかね、練習する始まったとかっていうことで、パティパンナっていうのはする始まったっていうんです。何々をする始まった、何々するっていうのは主導する始まった、パティパンナっていうのはそういうで、スパティパンナっていうのは、スっていうのはパリ語だと、まあそういうところでスとかパティパンナっていうね、スっていうのは大体あることはもっと素晴らしいと言うために使う、こちらのパティパンナっていうことはもっと素晴らしくっていうことです。だからスパティパンナっていうのは、まあ最満とか、まあルートっていうか道路っていうか発祥道とかという道路ですね、仏教の道路、まあそれで生き始まった、生き始まったっていうのは、それは練習する始まった、だどのような練習をするっていうのは、そうっていうのは何とか、正しく、まあ素晴らしくとか、そういう意味で、正しく、素晴らしく、この発祥道など、発祥道の方がいいかな、のように、道路に行き始まったお坊さんっていうこと、サンガ。そういうこと、サンガっていうのは、どのようなサンガですか、ね、最高である、正しくね、発想道に行き始まったお坊さん。お坊さんが表すためにこの言葉を2つ使うんですね。まあ、その前も同じです。ね、最高で、あ、まあこれだと、これは1番で、これは2番で、これは3番の方が順番に合います。ね、発祥道に正しく行き始まった最高であるお坊さんとかいうこと、1番2番3番そういうのお坊さんに、我々に、ね、私が身体、ね、体とか言葉とか心からあの困ってあった過ちをね、謝りますという、ことです。はい。
そういう意味です。その3つ。はい。それはこちらで以上と思います。作用の新しいところのはここからなんですね。アヌモーデナ。アヌモーデナってページのするとな、102ページですね。102ページの、まあ、いろいろなページもあるかもしれませんけど、エッタヴタチュアムヘヒって、これは、まあ、それ画面でないんだけど、いや、読み方、最初はちょっと見てみましょう。いつもと同じように、最初は読み方ですね。まあ、皆さん、まあ、これはもったいないので、ね、とか、ちょっと、はい、できました。これですね。エッタヴタチュアムヘヒ、難しいことはないね。エッタヴタチュアムヘヒ、アムヘヒサムブタンプンニャ、プンニャですね。プンニャはあのプンナじゃなくてプンニャニャね、まあ、それも前もちょっとよく勉強しましたけど、サムプダンサムプダンサベでは、アヌモーダント、アヌモーダント、まあ難しくはないね。サブ、サンパティ、シッディアね。シッディアね。シッディア。ね、あのシッディ、まあシッディじゃなくてシッディアね。うん、次は、タヴタチュアムヘヒサムプダンプンニャサムプダンが同じだからね。サブサベブータアヌモーダンってね、まあ、違うのはこのところだけだからね。サベデーヴァサベブータサベサッタ、ね、この3つの言葉ですね。ブータとかデーヴァ、まあ読み方に対して難しくはないんですね。はい。ではこれから言葉について説明したいと思います。まあこのガータはよく使ってますから、みんな、まあ、よく簡単に覚えてますので。エッタヴタチュ。エッタヴタチュってのはここまで、ここまで。アヌモーダナっていうのはまあね、こういうアヌモーダナの後で、うん、まあはい、あります。エッタアウタっていうのはここまで、アムヘヒアムアムアムハっていうのはパーリ語で私、アム、そう、私がの
の方がいいですね。アンヘイヒ、私がサンバタン、サンバタンっていうのは澄んだ、澄んだ、ここまで澄んだですね。まあみんなよく使ってますね、意向のもんで。ここまで澄んだって、ここまでね、澄んだ、すべての孤独とかなんだよね。ここまで澄んだね、私がね、一番の方は私の方がいいと思いますね。まあ文法的にこうなんですけど、何が澄んだんですか。プンニャサンパダン、プンニャっていうのはね、孤独なんですね。まあそれはちょっと、まあ孤独、プンニャという使い方があります。ちょっと後でもう別の説明があって見てみましょう。サンパダンっていうのはあの、まあまあ集団、集団っていうの、集団っていう、まあ集まりってか集団、集団ですね。うん、そういう感じ出てこない、ね、集、これですね。うん、サンパダンっていうのは孤独の手段っていうことで、サンパダンっていうのは、まあ、いっぱいあるっていうことで、ね、サン、まあ、たくさんあるっていうことですね、手段。うん、すると私がここまで住んだ孤独、うん、す、うん、手段、手段、なんだ、手段孤独って言いますか、拡散の孤独っていうのね、そういう意味ですね。孤独、孤独を、あ、孤独、まあパーリ語ではね、本当にガータにすると、あのガータは文に作ると本当に言葉、言葉ちゃんとないんですね。そうするとなんとか外部から言葉を使って、まあ、文を作る場合が多いんですね。まあそれは後でもう接続するって分かれますね。サッベーっていうのはすべて、すべてのね、すべてのとかね。ではまあそれ分かれますね。あの亀、画面、ブータって名前、精霊、精霊、サッタって名前、生命ね、このガータ3つなんですけど一緒にしますね。まあ、間違えないように、まあ、この3つはいろいろな3つのカラーで使っているのは、色で使っているのは3つのガータという意味ですね。サッベーではアヌモーダンとね、読み方なんでね、サッベー、まあ分かれますね、簡単。サッベーではアヌモーダンとサッベサンパッチだね。サッベーブータアヌモーダンとサッベサンパッチ、サッベーサッタ、そういうことですね。はアヌモーダンと、ああそれはちょっと大変なところですね。これとか、まあ、ポンニャ、まあ後で、ポンニャっていうのは孤独ということですね。みんなよく学んでいるのはポンニャっていうのは孤独の反対は何ですか。孤独の反対、うん、日本語で、え、アク、アク、アク、なんで、うん、まあ探してましたけど、まあ会えなかった。まあそれはですね。でポニャっていうのはどんな意味ですか。意味としては、意味としてはどういう意味ですか。日本人に孤独って聞いたら、どういう意味が思い出しますかっていうこと。簡単。
良い行いで得たパワーみたいな。パワー、手柄みたいな。あ、お手柄とか手柄。うん、本当にね、まあ、パーリ語のポニャと、日本語の孤独というところはちょっと 110% 合うかないかも私も困ってます。なぜかというと、これですね。パーリ語の言葉。ポンニャとか、これは丸のこと、丸のことですね。ポンニャ、いいこと。弱はパープ。ポンニャの弱はパープ、悪いとか、例えばいいとか悪いという意味ですね。あともう同じように使っている言葉で、クサラとかアクサラ。まあ、聞いたことがあるかもしれませんけど、ね、ポンニャ、これの対して弱にポパープと言います。クサラというこれに対して弱にアクサラ。この二つはいいこと、丸いって書かれてありますね。いい。まあ結構いいということですね。まあ、これの反対、悪いというところがね、パワーアップとかアクセル。でも、これとこれね、プンニャとアクサラ、クサラと同じ、似ている言葉なんですけど、違いがあります。でまあ、よく、すごい似ているんですけど、ちょっと違いがあって。なぜかというと、サブパーパスアカラナン。ね、クサラス、ウパサンペだって。クサラとかパープって。クサラとかパープ。こうやって縛ってます。なぜとかね。それでちょっと特別なところなんですけど。プンニャ、クサラ。まあ、大体似ています。似てますけど、違いがあります。パーパとかアクセラ、ね、まあ寝ているかとか違いがあります。その4つはもう別なことで言うと、こんな格好でクサラとかポンニャっていうのはいいことですね。いいことの中でまあこれは分かりますね。こんな辺は、この辺はね、ポンニャだけ。この辺はクサラだけ。だから両方でもあるものもあります。どういうことかまだ分からないね。まあ、そういうことですね。だからまあ、孤独っていうのは、パーリ語のポンニャに合わないと思ってますね、こういうことで。パーパっていうのは悪い行動とかなんとかなんとか、結果ということで、アクサラもそういうことですね、意味。でも、パーパだけになるところとか、アクサラだけになるところとか、両方でもなるところもあります。ということで、この四つのことは、ちょっと専門用語は本当に翻訳できないくらいの専門用語みたいですね。すると、なぜ、プンナとかパーパの説明は簡単に言うと、簡単ですね。うん、まあ、難しいと思いますけど、で今私の必要、我々の必要なのはポンニャなので、ポンニャだけで説明しますね。プンニャね。プンニャはパーリ語の言葉ね、プンニャ。
った。翻訳ということで言うと、まあ、意味がちょっとそれもなんとか、まあ、その言葉を使っている、まあ、どういう文脈とかね、関連する文脈のどういうのどんなように意味になるかとか、まあ、見ないとわからないんです。で、プンニャっていうのは大体ね、大体、まあ、こんな格好で見ると分かるかもしれませんね。プンニャ、プンニャキリアとかって言いますね。プンニャキリア、見えないんですか？キリア。あとは、プンニャカンマ、ちょっと見てみますね。どうで、カンマ、ただのプンニャ、はい。こちらのキリアは行動ですね、行為。キリアってのは行為とか行動、うん、行動、正しいね、行動。キリア、カンマも同じです。行動とか行為、でも行動と行為って言っても、まあ、日本で行動って言ったりは体からやることだけですね。でもこちらのキリアとかカンマって大体心からやるもんは入ってます。でも分かるために使うんですね。で、プンニャキリアは、ね、プンニャキリア、良い行動。プンニャキリアっていうと良い行動。こちらでポンは良い、まあ良い、良い行動。例えばプンニャキリアと言ったら、そういう言葉をよく使ってますね、文章の中で。プンニャキリアっていうと良い行動、例えば、まあ、オプションをしたり名称をしたり、それは良い行動。だからプンニャキリアと言います。カンマも同じですね。プンニャカンマと言いますね。プンニャカンマ、プンニャカンマっていうのは良い行動、良い行為、オプションしたり名称したり会を守ったりすることを良い行動って、まあそれはプンニャカンマと言います。でこちらではパワーということはありますか？そんなこと言う、プンニャカンマ、パワーということはね、行動を表すためにですか、ね、ですけど、プンニャってこちらだと、ただプンニャだけで言うと、この行動に、行動のおかげで、この行為のおかげでもらったパワーも使われます。これだと、孤独、これだと孤独と合います。でもこちらはプンニャキリアの場合は孤独行動って言いません。孤独はまだパワーと入っていたらちょっと難しいね、それは言うのは。プンニャキリアって言った場合は、いい結果がもらえる良い行動。プンニャカンマもそういうことですね。ただプンニャだけで言うと、いい行動で、いい行為で、いい、なんていうか、瞑想なんだから、これは、だって、身体からも、心からも、両方からもやる行動です。行動って言いませんけど、まあ、ことですね。
そういうことでもらうのは、まあ、ポンニャ。やり方については、ポンニャカンマ、ポンニャキリアと言います。やる行動については、ポンニャキリアとか、ポンニャカンマと言います。それでもらう結果については、あのメリットみたいについては、ポンニャという場合もあります。逆に、パーリ語の本で、それは関係なく、それは決してその意味も入ってあるポンニャということはあります。で、でも分かるために行動行動ってそこあったんだけど、それは書かなくてポンニャだけでそこあってあります。すると場所によって行動に言うか結果に言うかちょっと確認しないといけない。使った場所によってこちらに行動に対して言うか、いい行動に対して言うか、行動に対してもらった結果に対して言うかとか確認しないといけない。まあ本の中でよくポンニャカンマポンニャキリアっていうのはあまり使ってないところありますね。一つだけの言葉でいろいろが意味があって、分かりました。私言ったのは行動に対してもポンニャだけで使う場合もあります。結果の、まあ、パワーに対してみんなよく使っている孤独、孤独っていうことに対して使っている場合もあります。なのである場所によって確認しないとね、理解できないといけないので、ちょっと気をつけた方がいいと、ね、ポンニャってあるどこでも孤独って早く言うのはちょっと無理です。パーパも逆にそう同じですね。このパーパも同じ。でもこれはこの説明はちょっと長いんだけど、この説明はこちらでしようと思ったものではないんだけど、要はポンニャですね。みんなよく使ってる孤独っていうことが本当に、まあ、パーリの専門用語の方がいいと思います。まあ、よく覚えられればその方のようにポンニャサンプダンね。ポンニャサンプダンっていうのは、ここだと本当にもらった、済んだ、済んだなのでね、ここまで済んだポンニャサンプダン。ポンニャサンプダンって、まあ、結果ですね。パワーとかね、あるさっき言った通り、いい行動に、行動のおかげでもらったパワーとかっていうことは、すべてのデーワとかブータとかサッターとかって、それも、まあ、みんな知ってます。神々、精霊とか生命ね。アヌモーダントは、次の難しいところはそれ、アヌモーダント、アヌモーダント、まあそれは翻訳ではお受けされ、お受け、お受けさね、お受けですね。それの三、なんとか満たされますようにじゃないね。翻訳、経典の翻訳では、アヌモーダントっていうのは、随機してお受けくださいますようにね、うん、お受けくださいますようにっていうか、なんとか受けてもらうっていうことですね。お受けくださいますように。それは正しくないな。うん、なんですか。パワーができますか。持ってどこかね、持ち運ぶことができますか。みんなに何々パワーポンニャとかアヌモーダント言葉動詞を見てみましょう。パーリ語ね、うん、もうー
the tea。 more the tea。 これは動詞ですね。アヌモーダントというのはアヌモーダントは別のなんとか動詞のいろいろな形がありますね。何々形とか、まあ受賞形に対して受賞形分かりますね。受賞形、日本語受賞形っていうのは動詞のなんと動詞の、元の形、もう元々の形、受賞形。日本語知ってませんか？あ、動詞ってはね、ある動詞の元々の形は受賞形って言うんですね。まあ、モアダティっていうのはそういう受賞形みたいんですね。意味は、喜ぶ。喜ぶ。モアダティ。で、喜ぶ。今使っていることは、これは、もう変わって、あの、もう、だん、もう、ちょっと、あの、もう、だん、とになりますね。モーダントっていうのはモーダティから変わった言葉ですね。モーダント。モーダントっていうのは喜ぶ。まあ、言葉の接続、まあ、ちょっと説明することですね。喜ぶ、モーダント。まあ、喜ぶ、モーダティの代わりは、まあ、それは何経過とか、まあ、それ文法的に説明がそんなに必要がないんだけど、アヌモーダントね、こちらの合っている言葉はアヌモーダント、サッベーデーはアヌモーダント。だからこうしてみましょう。アヌプラスモーダティ、モーダティ。自称形は使ってみましょう。あのモーダティ。モーダティっていうのは喜ぶなんだから、あのモーダティっていうのは何々何をすいて喜ぶということです。何々をすいて喜ぶっていうのは、まあできますね。映画を見て、それについて喜んでいます。できますね。見ていたら、何もしなくて、見ていては喜ぶことができます。いい顔を見て。二人は喧嘩しているところは見ていて喜ぶことができますか？まあ、できる人もいるかもしれません。できない人もいるかもしれません。まあ、人によって違います。映画を誰にも、映画を、例えば嫌いな映画とかね、好きな映画とかあって、まあ、嫌いな人と好きな人は同じ映画見たら喜ぶ、両方も喜びますか？二人とも？じゃないですね。違います。まあ、喜ぶっていうのは人によって違うんで、同じものなんだけど、喜び方は、喜ぶっていうことは自分のことなんだから、まあ、それは違います。ですね。あのモーダティっていうのはそういうこと、何々ものことについて喜んでいるということです。だからあのモーダントっていうのはそういうこと、何々このことについて喜んでくださいっていうのだあのモーダントっていう、喜びなさいとか喜んでくださいって、何について喜んでくださいっていうことですか？孤独について、サベではアヌモーダントって、まあ戻します。
ポニナサンパダン、アヌモーダント。アヌモーダントっていうのはそういうこと。喜ぶために誘うという意味です。喜ぶために誘うっていうのは、我々が今いい孤独をやった、孤独ってのは何々行動でしょ、結果じゃない、何々行動、オプセ、あ、例えばですね、こちらの食事にオプセという行動がやった、これを見て喜んでくださいって、喜ぶために誘う、あのまま出てっていうのはそういうこと。来て、これ喜んでください、こちらで。そういう意味です、簡単に言うと。だったら、亡くなった方とか、まあ、精霊とか、生命とか、まあ、喜んでください。我々がやったことが、という意味です。あのままなんて言ってそういうこと。なあ。だから孤独というのはね、まあもう一度言うと、孤独っていうのはパワーに喜んでくださいっていうことはちょっと合えないんですね。孤独っていう、孤独に喜んでくださいってね、孤独は見えませんね。孤独なんとか、孤独っていうのは何々パワーにだけに使うとちょっと会えないということですね。そういうこと、まあ、正しくないということではない。でも孤独っていうことでもポンナス買います、間違いないようにね。さっき見せたように孤独は結果についてもね、もらったパワーについてもポンニャっていう使う方があります。逆にそういうパワーがもらう行動についても使う、なので気をつける。こちらだとそういう意味ですね。まあ、まあ、どれぐらい正しいかちょっと見てくださいね。さ、孤独とかパワーと言ったりは、サッベーデーは全ての神々を受け取って、なんとお受けくださいますようにっていうことですね。ああ神々もはりできます、神々だから。精霊も入ってきます、生命は。で、私は私もらったパワー孤独をみんなにお受けくださいますよね、できますか、できますか、みんなできますか、受けてることができますか、パワーができますか、受けてることが。でも私がやった孤独を見せて喜んでください、できます、みんな喜びますね。あのものだなってそういうこと。だったら神々を、私が我々がやったこれを見て喜んでください。喜んでっていうのは、そちらの喜ぶっていう意味はね、まあ、普通の喜ぶっていう意味より、あの方が、ね、それをちょっともう、日本仏教でもテーラワーダの人たちでもちょっと間違ってありますね。何々パワーが起こることができますよ、孤独が起こることができるというぐらいちょっと思っています。でも 100% は正しくない。なぜかというと、テーラワード仏教のメインでは、自分のことは自分、相手がサポートは自分のことっていうか、まあ、日常生活じゃなくて涅槃に行くこととかね、自分の、まあ、次の生活に生まれるとか、それの担当は自分、担当者自分なので、相手が代わりに担当者になれません。なので
孤独を何もしなくてね、いて母は私の子供たちが私に孤独をあげる死んでしまったと、まあ、これは持って、まあ、幸せになりますって待っています、いることができます、あげることができれば、まあ、子供におかげでっていう待っていることができます。何でも仏教ではそれはないんです。自分のことは自分、自分の担当者自分なので、自分の孤独をやるのは自分です。自分の結果、自分の孤独なので結果もらう孤独をやるのは自分です。でこちらでも生命とか 神々とか精霊とか生命ね、デーワ、ブータン、サッターっていうのことで言うのは、これアヌモーダナって、これは言うのは何々孤独をやった最後の言葉ですね。これみんな何々孤独を最後のやるいうことですね。サンビディワとかサンビそれエッターウターチャンメイとか、すると私が、私がとか私たちがとかね、今こういうこういうことがやった、いい行動をやった、まあ食事なだけでなくね、名称会とか何でもいいでしょそれでそういうあのことを見せてもらってね、まあ見てもらって、それによって喜んでくださいというのは、まあ神々とか精霊関係なく、まあさっき言った通りに私たちにもできますね。例えば他の方が何々オプセしたとか、まあさっき言った通り、もう映画見たりとか、まあいうことで何々について自分の心が喜ぶのは我々にもできますので、そのように誰か何々をオプセすることが見たら、あそれに対しては私にも、もう参加、手でね、行動で参加しなかったけれども、でも私もサードサードって、あそれは喜ぶ、仏教の喜ぶ言葉って意味ですね。サードサードって、あ私もこれで参加しましたよって意味でサードサードサードって言いますね。まあお釈迦様もドキドキサードサードっていうことがありますな、まあ、アラカンカの方とかいいことやったりすると、ああいいな、いいなっていうことでサードサードっていうで、いうのは、まあ、私もそれは、まあ、やったよみたい、まあ、やったよとか参加したよという意味みたい格好になります。で、ある人が食事のお伏せとかなんかやると、まあ、お伏せ例えばのスイッチを使うんだけど、それを見たら、あの人間でも、まあ、生命とか神々じゃなくて人間でもこれ見たら、ああ私もこれ私がやったように参加したいということでサードサードって自分の心が喜ぶって、それも自分がポンニャキリエになっていました。自分の行動は相手の方はいいなって、私も、まあ、逆の言葉、逆に言うとこんなことですね。まあ反対と、日本人はあの何とか夏で、まあ、川とかで魚を取っていますね。さっきもどうです、その魚を取っていると、魚を取って喜びますか？人の喜び何匹とか何匹とか取ったよっていうことで、でも魚を取ることは仏教とか、まあそれは生命の命をなくもう殺すことなんだから、それは殺すことはねと良くないっていうこと。この行動を見て喜ぶ人もできます。この行動を見て喜ぶことができない人もいます。この行動を見て喜ぶっていう人は、あのそれ弱に、ポンニャの弱はパーパーだけ言ったね、
孤独の弱は何とかわからないが、ポンニの弱はパーパン、私もこれ、あれは、まあ、これ悪い行為で私もこれ参加したいという、俺は喜んでいますね。私も魚を取っている行動に見て、あ、私もいいな、いいなった、もう一匹、二匹、三匹とかって。でしょ、自分のこれはパーパンになります、ね。私が魚取ってないんでしょ、見ていて、ああ、いいな、あ、二匹、三匹と。で、自分の心を喜んで。それも自分がアヌモーデナ、パーパーアヌモーデナみたいな格好ね。ポンニャアヌモーデナっていうか、パーパーアヌモーデナ。アヌモーデナって本当アヌモーデナね、これアヌモーデナ、動詞。ポンニャアヌモーデナ。ってか、いいことについて喜ぶ。悪いことについて喜ぶっていう。予報もできます。だって、こういういいことをやった。これ見せて喜んで自分のやったようにしてくださいという意味です。神々も精霊もそれ見せましょう、まあ、見られますね。我々がやっていることは見られます。サッベーサッターっていうのは、まあ、こういう何々人がいたらこれを見たら、まあ、この方もそういう喜んでくださいっていうという意味ですね。アヌモーダント。アヌモーダントっていうのはそういう意味です。でも、お受けくださいますようにっていうのは、本当に言葉によってあれないと思う。でも、間違いっていうのは、まあ、よくみんな思ってるのはそういう意味。孤独を持ち運んで、あげて、受けてもらう。孤独は手で受けてもらう、あ、持ち運ぶものではないんです。まあまあ日本語については受けてもらうっていうのはパワーとかなんとか受けてもらうって言いますか、日本語でありますか、何々パワー受けてもらうとか、ものだけですか、とか受けてもらう、受ける、何々を受けるっていう、気持ちとかもできますか。ああ、まあ気持ちもね、気持ちは、まあ、ものではないね。アヌモーダントってアヌモーダトっていうはそれはちょっと会えない。まあ、翻訳を間違っているのは本当に似ていますので、言葉あと場所によってわからないと本当に翻訳を間違っている、言葉本当に、ね、間違えないように、ポンニャっていうは孤独に対しても使うところがありますね。あとはいい行動に対して使うところもあります。まあまあ場所によって、ね、パーリ語はよくわからないとそれは探すことができないんですね。どんな意味で使っているのでしょうかって、日本語でもそういう言葉いっぱいあるんですね。まあ場所によってどういう意味とかってねありますね。アヌモーダントな翻訳ね、アヌモーダントまあアヌモーダントっていうのは、まあ、探してこういう言葉でね、承認、承認っていうのは OK っていう意味、ね、承認ですね。承認して喜ぶっていう意味で、私がちょっと今の日本語です、分かるぐらい翻訳してた。承認して喜ぶ、これは 80% 正しいっては言いませんけど、だいたい合っていくと思います。まあ受けたまわる、まあこの感じで何か受けたまわるって感じ、ね、受けたまわる、受けたまわるのもアクセプト OK っていう格好なんですね。で、あ、これはみんなやったは OKOK、私も OK って、そういう意味でアヌモーダント、アヌモーダントって
で、そういうのも我々の立場からすると、あれこれはあの、まあ、承認してあれ喜んでください、これも OK してこれをねアクセプトして、あ喜んでください、反対しても、まあ、こういう人もいますね、何々について反省とか反対とかね、まあ両方もできますね。そう喜んでね、サッバサンパッティシッディア、サッバサンパッティって、サッバっていうのはすべて、またサンパッティは、サンパッティってはなんとか、あの福徳円満ってなんて意味ですか、福徳円満ですか、いやいや、ここでないの。サンパッティは何だ、そんな句は福徳、福徳、福徳って物だけですか、福徳って言ったら物という、まあ、状態みたいなことも、あ、そう、状態ですね。福徳円満って言ったら、なんと円満って円とか円の円とか満とか、そういう状態が満たす感じの満、円満って何て意味ですか日本で、かけることなくそっくりそのまま、ああお金だけではないね、だからそれ、三八って言ってはお金とか幸せも両方もあるようにっていう意味みたいなので、三八ってっていうことですね。まあ、何でも、まあね、心の幸せとか、あの普通の幸せ、両方もあるみたい格好ですね。サンパッティ。サッバサンパッティ、すべての、なんと、まあ、福徳円満と言ったらどういう意味ですか、日本人。まあ、受賞でそんな言葉あったんだけど、まあ、浮かないか分からない。あんまり使わないんですか。円満というのは結局、まあ、満たされますよ。あ、満たされます、うん、まあ、満たされるっていうのは次なんで、シッディアって満たされるみたいな、次のこれシッディアって満たされる、なんとか甘美、甘美でしたっけ、甘美成就というか満たされるという、まあ、これは何、甘美、甘美、甘美ってなんとかお、うん、いっぱいになる、みんな揃う、そう、揃う、うん、あとまあただ満とか満だけで買うとなん、どういう意味ですか、ま、満足ではなく、まあ、満たされるの満と感じで、どういう意味です、ただこれ感じだけで満と言ったら、まあ、いっぱいと、ああそういう意味です、はい、シッディアっていうのはどういう満、簡単、満点とかの満、そんな意味です、シッディアって、まあそれ何でも、すべてのサンパッティっていうのは福徳、まあ、とかな、なんと、まあ、はい、ここまで、まあ、私がここまで済んだ孤独と言いましょうね、孤独の、あの手段、ね、まあ、集団、まあ、集団ね、ブタン、プンナ、サンプは、この孤独の、まあ、いろいろのやったことをね、すべて の神々に、すべての精霊に、すべての生命に、生命に、まあまあ、さっき言った通りなんとか、まあ、受けるという意味なん、みんな持ってますけど、まあ、そういうことで、これを承認して喜んで、こぶ込んで、自分ね、喜んでたのは自分がやったっていう、孤独は自分やったら自分の結果がもらうっていう、自分に結果をもらうっていう。やったくでくでもらう結果もプンニャ、これもやったこともプンニャ、キリア、結果もプンニャですね。で、自分が、私がやったのも
やったのは自分を見て喜んで、自分の全て の福徳などのは、まあ、満になりますようにとかね、まあ、満たされますようにとか、まあまあ、そういう意味です。はい、まあ、これは短いなんでこれもやって終わりましょう。まあそれもアヌモーダナってニャーティ、ニャーティ、短いなんだけどちょっと長く話せない。ニャーティっていうのはね、アヌモーダナ、ニャーティアヌモーダナって、ニャーティっていうのは迅速なんだから、迅速、どういう迅速って、これもまあこの文ですね。イダンメニャーティニャンホートゥスキタホントニャーティ、これはあの、まあ、テキストの中であるガータの最後の文を使っている、ね、これはもう後で使った文ではないね、まあ、今まで我々がもう確認してたところは、まあ、よくお釈迦様おっしゃった言葉ではないんですね。この言葉はアラカンカの方が言った言葉みたいですね、みたいじゃなくて言葉です。イダンメニャーティニャンホーツツキタホントニャーティ、それはアラカンカの方の、家族の方が死んでしまって、そのアラカンカのお坊さんが食事を自分のもらった分をお伏せして、自分の家族の方に栄光をいたすという意味で使った分ですね。イダン、イダンっていうのはこの「イダン」、「イダン」、「イダン」とか「イダン」とか違いますね。「イダ」ってのはここ「イダ」、「イダン」っていうのは普通の「イダン」っていうのはこの、この何がこちらで書いてない、この孤独ですね、まあ、やっているの。目、目っていうのは私の、私、私の方がいい、私の、この、孤独っていう、これは文の中でないので、この孤独、私のニャーティ、ニャーティっていうのは、まあ、本当に本で、なんて、次のページですね。戦争ね、戦争に書いてありますけど、まあ、戦争ではないんですね。戦争とか侵食は違いますね。侵食、日本の侵食ってまあいろいろありますね。侵食、侵盗とか順番ね、1番1と2と3ととか、まあそれはそれぐらい関係ないね。侵食って何々関わりがある、どういう何でも、まあ、あれあれ何と1と2と何とか、そういうなくてどこまでもできるっていうことですね。侵食、ね、何とか陰食とかね、陰食も侵食です。あと何とか血足ですね、血の足、血足ですね、そういういろいろありますけど、戦足、ニャーティっていうのは戦足、戦足っていうのは私の戦足って言ったりは私の関わりがある誰も、過去からと、お母さん、お父さん、おばあさん、まあ、
祖父母、ママママ、何々、祖父母、祖父母、祖父母、何でも。あと、今の時間を見ると私のとか兄弟、兄弟とかとかってくれるとか、この方にあの結婚などでね、親族なさった、まあ、それも親族になりますね。あとはこの兄弟などなんだ結婚して子供たちとか、まあ、それも親族です。日本語もそうですね。なのででもあの戦争って言ったりはね、戦争って戦争の迅速って言ったりよね。先祖翻訳されてあるのは、ああ先祖ですね、うん、それだいたい過去のおばあさんたちだけですね。ニャーティッテはそれだけでなく誰でも入ってます。でもこちらでは亡くなった方なので、亡くなった方ってこの文でないんです。でなんだ、どんなにアーティでしたっけ、死にこれは亡くなった方なんだ、亡き死ね、亡き死、亡き死、な亡き、亡きじゃない、亡きだけで亡き、亡き死入れないんですか、亡き死、あ、亡き死、死、戦争ですね、うん。でも泣きはここでないので、それもあの外から使って、でもこれで言いたいのは泣き親族なんだから、うん。イダンメニャーティナム、この孤独、この孤独を、この孤独を私の泣き親族、本当、本当っていうのは、あの、亡き親族にありますように。ね、この方にものになりますようにって。で、この方のものではないけど、この方になりますように。っていうことのは、この方に受けてっていうより、この方を自分で見て、自分のものになったっていうことですね。あの、受けて、受けるっていう意味ではないんですね。自分のものになりますようにっていうこと、うん、必要なら、うん、持ってとかね、自分のものになりますようにっていうこと、この孤独、まあ、亡き親族に自分のものになって好きだ、好きだっていうのはまあ幸せですね。これは簡単。この幸せは、まあ、何でも、心の幸せ だけでなく、何でも、どんな、まあ、物事とか生活の、まあ、何でもある幸せですね。幸せ、本当ってはなりますよ、なんとか。あの、日本では何て言うんですか、動詞は何なんだ、願いを、あの、何々願い、願いを実現する、うん、願いを実現するとき表す動詞は何て言うんですか、願望ですか、叶うですか、ああ、うん、分からない、私も、うん。そんなように動詞ですね、本当って。ああの、使う言葉としては、叶いますよ、叶い、願いが、ああ、叶え、動詞の名前、願望、何ていうか、何動詞っていうんですかね、成就、もう動詞の名前がありますかね、それは何なんか、何々願いをね、まあそうですね、まあ、祝福の動詞これ私言ったの、祝福の動詞っていうか意味みたいな、祝福を、うん、祝福の動詞ね、そういう動詞がパーリ語でいっぱいありますね。動詞として、まあ文法の動詞として使うね、本当ってそういうことですね。なりますように、平和性になりますように、
誰ですかなというまた、戦争国戦争国戦争国がね この孤独を、この孤独を私の泣き喘息に、これ本当ってありますように、ありますように、スケーターっていうのは、まあ、それは2番目ね、幸せ、これの1番のコテハラハがいる。戦色がっていうのはさっき言った戦色、泣く戦色ですね。戦色が幸せでとかねとかなりますよね、なりますよねとかありますよねとか、本当それも祝福同士みたいな、祝福同士って、まあ、願いを実現する同士、それもさっき言った通り、まあ、孤独をエコーいたすっていう、エコーいたすっていうあげる、ね、孤独をあげる、まあ、エコーいたす、アヌモーダナっていうの、パーリ語でアヌモーダナっていうのは日本語ではよくエコーいたすって言います。エコーいたすって言った途端みんな何々をあげると思っているかもしれませんけど、 110% 正しくない。あげるというよりアヌモーダンというね、パーリ語は本当にアヌモーダという、こういうこと、モーダとモーダティ動詞ですね、喜ぶ、アヌモーダ何々について喜ぶっていうなので、喜ぶことは私のことですか、はい、喜ぶのは相手のことですね。泣き神職とか神々とか精霊とかのことです。我々のことは喜ぶさせるというみたいですね。あの泣き神職が喜ぶさせるみたいという意味ですね。あのモーダン、なんだかこういたすって言っても、まあ、そういうことです。ちょっとそれは難しいかもしれませんけど、でも本当に、まあ、そういう間違いが、まあ、シリランカ人でもよくあります。まあ、なぜかというと多分昔々からの文化ではね、死んでしまった方にはいろいろな文化的にいろいろな行動行為とか、日本人だったなとか、お酒とかね、ご飯とかあれこれ、まあ、送りますね。なんか親戚について。いろいろありますね。まあ、さっき昨日中国の友達があって、まあ、最近その友達のお母さんの犬が死んでしまって、まあ、この方は私に言うと、もう仏教はどうですかの、私のお母さんは中国の方ね、この犬が今小さい神様になっていますと信じていますという。でこの中国のそのなんとか宗派で普通の体、犬猫でも死んでしまって神様になるっていう意味が持っていますね、この方。なんだか泣き喘息については、まあいろいろの経験とか文化的な思いがあって、ちょっとバラバラ困っていることがあるんですね。仏教では本当に自分に対して自分の担当者は自分なので、皆さんもね、もし死んでしまってなんか家族からあれこれ欲しいってそこまでは、まあ、泣いて、ね、自分頑張ってくださいね。まあ、それで、まあ、今日の解説はそちらで以上と思います。はい、1時間半ぐらい経ったので、まあなんか質問とかもあったらもういいかなと思います。はい、質問があれば。
りますか？オンラインの人も本当あ、あります、どうぞ。すいません、ありがとうございました。はい、もう2つあるんですけど、1つ目は質問ではなくて、はい、先ほどプンニャとパーパー、クサラアプサラの日本語訳なんですけど、はい、以前スマナサーラ長老が、はい、クサラアプサラは善と不善で、あーはーはー、プンニャとパーパは苦毒と罪っておっしゃってました。あ、そうですか。ちょっと書いて私にもお願いします。はい、これ言葉。もう一度お願いします。プンニャが苦毒でパーパが罪。書けますので、書けますので、ちょっとゆっくりお願いします。もう私じゃなくて、はい、こちら。うん、プンニャは苦毒と罪ですね。うん。うん。あとはクサラクサラは。あ、善と不善です。あ、書きましたか？はい、はい、ありがとうございます。はい、あとこれを今思い出したのが一つと、うん、はいはい、もう一つ質問なんですが、はい、カマーヤンチャナの中でバンテーというのがあったと思うんですが、はい、これは先ほどヘイマラタナ長老がお坊さん同士で偉いお坊様に対して呼びかけるときにバンテって使うっておっしゃってたんですけれども、はい、例えば私たち在家が普通にそこにいる名前も知らないお坊様に対して呼びかけるときにもバンテっていう言葉は使っていいものなんですか？あ、まあまあそれも正しいでしょ。うん、名前知らなかった場合はパーリ語ではバンテは正しい、はい、まあ我々も縛ってますね。うん、名前知らなかった場合は、だいたい偉いお坊さんだけですね。で、偉いお坊さん、そうですね。まあ、まあ、在家の方からすると誰にでも大丈夫だけど。誰でも偉い。うんうんうん、わかりました。うん、はい、ありがとうございます。そうですね。そういう言い方があります。まあ、よくなんとかアメリカとかヨーロッパの国ではよく使うのはそういうことです。例えばね、私のなんとかシンガポールとか行ったりすると、バンテヘイマラタナって読みます。長老っていう最後の言葉代わりは昔前のバンテヘイマラタナ、バンテスムノサールとかね、そういう言い方です。まあ、バンテっていうのはまあ本当に丁寧、すごい丁寧だ、パーリ語なんだけど、まあここでも誰か日本人なんだけど外国に行って誰か経験があった方が私にバンテヘイマラタナっていう方が聞いたんです。日本人、この教会でもね、まあ、アメリカとかどこかに行って、まあ、よく経験がある日本人の方、まあ、まあそういう、まあ、あと こちらの頃、まあ、インドネシアの方とかね、まあ、よくバンテヘイマラタナ、バンテヤサとかっていうなんとかインドネシアの方よく使ってますね。うん、まあ、あとアメリカとかで今よく名称を教えている先生はなんとかバンテイ・グナラタナっていうシリランカのお坊さんなんだけど、有名なんだけど、まあ、日本でスムナサール長老のように、まあその今だったな、92歳ぐらいかもしれませんけど、その先生にも、まあ、アメリカの方々がバンテイ・グナラタナと言いますね。バンテイグナラタナ、名前知らなかった場合はバンテイって、ね、それはだいたい会っている時だけですね。バンテイっていうのは、まあ、目の前で会っているバンテイっていう、まあ、なかった場合はバンテイとあんまり言いません。うん、目の前で会った時だけでもバンテイ何々、名前だとどこでもいいです。バンテイグナラタナとかね、バンテイスムナサールとか、まあそれは丁寧です、すごい丁寧。うん、はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、他にはないんですね。はい、今日はまあそれで以上と思います。だ、まあ今日はこの開発って、うん、これはこちらで、はい。まあ、そして最後はエコーの、ね、はい。
あらゆる生命に憐れみをもって真理を説かれた本世坂宗ブッダの聖なる教えに従え、我々がここまで済んだすべての孤独を神々先祖祖父母両親親族恩師をはじめとし一切の生きとし生ける者に意向をいたします。この孤独によって生きとし生けるものすべてが幸福に暮らせますように進んで下山を得られますように。はい、はい、ありがとうございます。